皆さんおはようございます。理工学部長の上村と申します。本日はようこそオープンキャンパスへおいでいただきましたありがとうございます。せっかくおいでいただきました皆様方に十分満足してお帰りいただけるようにですね、今日のオープンキャンパス務めてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。日本の未来を支えていく、で今までもこれからも科学技術ものづくりが支えると書かせていただいております。私どものこの日本は資源がやっぱり少ないですので、やっぱり素晴らしい製品を世に出していって、それを世界で使ってもらえるような状況にしていく、技術を世界に売り込んでいくということには変わりないと思います。メイドインジャパンのですね、素晴らしい品質の商品を世界に売り出していくということを支えるのはやっぱり優秀な理系の人材ということになるわけです。ですから日本の政府もですね、やっぱりそういったところで科学技術創造立国を目指し、理系の人材、優秀な人材をどう育てていけるのかというところに大きな国策として、莫大な予算もつぎ込んでいるということでございます。で、そういった中で、理工学部、この大和大学には当初から計画はしておりましたけども、この春オープンするまでに、2年以上かけてですね、どういった学部を作るべきなのかということを、調査研究させていただいたんです。で、特定分野の専門家だけでは新たな価値を生み出すことはできないということは、どちらの企業でもまた、それぞれ実績を上げてられる大学さんにもいろいろと調査させていただきましたら、価格の安いもの、質のいいものを出しただけではなかなか、消費者から高いニーズは取れない。もっと言えば今ないものを作り出して新たなものを作り出すということに新たな価値が出てくるということ、これはどこの企業でも、しのぎを削っているところでございます。ですから一つの特定分野の知識技術だけではやっぱり完結しないということです。大学生にどういう力を求めますかということを調査しましたら、これも相当数の企業を回らせていただきましたけれども、一つ目は理工学の基礎力を持った人材が欲しい。裏を返せば大学の4年間、もっと言えば一つ目の大学院まで進学された6年間を一つ目処としても、基礎力が伴っていない学生が多数見受けられるという、厳しいご指摘でもあります。ですからしっかりとした基礎力をものにしてほしいという、そのためのカリキュラムが必要だということ。でもう一つは先ほどの話と若干重複しますけども、幅広く学んでほしいと、自分の専門以外のことまで興味関心を広げてほしい、幅広い視野と幅広く基礎的なことは学んでいってほしい、そういったカリキュラムをこの大和大学の理工学部で作り上げなければならないという結論に至ったわけでございます。それで、理工学部の定員なんですけども、大和大学理工学部には実は理工学科という学科にこの5つの専攻を配置しています。でこれらの専攻という名称あんまり聞き慣れない、大学院では通常ある名称ですけど、なかなか聞き慣れない学部ではですね、いう名称になっています。でこれはですね、実は学科と同じ扱いにしていただいても遜色ありません。ただあえて専攻にして文部科学省から認可を得たのは意図がありまして、やっぱり学科となると先生方の所属もカリキュラムも学科独自のものになると、言ってみれば縦割りになってしまうんです。ですから他の学科の授業を取りにくい状況になります。ですからあえて1学科にして専攻にすることによって、これはみんな理工学科ですよという、そうしたらカリキュラムが他の専攻のカリキュラムもフレッチフリ取れるようにしたかったというのです。でまたこれ定員ですね、定員ここをご覧いただきましたら、特徴としましては、おそらく全国的な理工学部、たくさんあると思いますけれども、おおよそ1学科80名から100名を定員されているところばかりですので、大体その半分ぐらいの定員を設定している
まあ、ある意味少人数できめ細かくやっぱり指導させてもらいたいというその大和の思いをここに反映しております。これからの理系人材は自分の専門だけでは完結しない新たな価値を生んでいく必要があるんだということで幅広く学べるようなカリキュラムにすると、5つの専攻の横断型のカリキュラムを設定したということでございます。専門領域の壁を越えたフレキシブルなカリキュラムを設定していく、自由に選択できる幅を広げた、これが先ほど申し上げました理工学部のもとに5つの学科を置かずにあえて1つの学科にした最大の理由ということになります。ですから、まあ、簡単なイメージ持っていただけたらありがたいんですけど、例えば自分が機械工学が、まあ、興味関心が強い強いで機械工学専攻に入学をされた、だけども電気電子工学に関わることももちろん興味関心を広げてほしいし、そういった部分を学んで卒業してほしい、だから一つの専攻の積み上げ専門の積み上げだけでは卒業できない、そんなカリキュラムにしております。ですから自分の主専攻と副専攻サブの専攻を用意していただいて、まあ、ある意味2つの専攻の主だったところを学んで自分の卒業研究に関わることは副専攻を相当学んで卒業してほしいという、そういった卒業要件にしていくというのが大和の大きな特色魅力として考えていただきたいと思っています。2つ目は何といってもその最先端の科学技術を学んでいただくということが大事になりますけれども、選択肢を増やしていくというこれまたありが大事になります。多彩な先生方研究ゼミを開講していただくという予定しておりまして、特に最近の、まあ、流行りといったあれですけれども、学生の皆さんから人気があるのはやっぱりこういった人工知能AI、あるいは IoT といった情報系の分野、さらにはロボティクスとか、あるいは特に建築系であればデザインとか都市計画、そのあたりの部分にも相当人気が集中しております。まあ、5つの専攻はありますけど、すべてこう絡まり合いながら、いろんなシステムなりいろんな製品が開発されているということでございますから、融合的な領域を研究テーマにされる学生さんも多くなっていくんではないかなと思っています。やっぱり大学の中で学ぶ研究していくだけではなかなかものになっていかないというか、まあ、普段の、まあ、さまざまな専門的なものを学んでいくときにそのモチベーションになっているものが大事、もっと言えば今学んでいる今研究していることが世の中のどういった製品開発にどのように役立てられているのかということをイメージできるかできないかというのは非常に大きいわけでございます。そのためには学生の皆さんは外に出していきたいと、例えばインターンシップである企業に訪問していただいていろんなことを学んでいただく、あるいはある企業から研究者を迎え入れて講義をしていただく、今実際活動されている企業の現場におられる研究者、研究開発をされている方々からいろんな情報を吸収することによって今普段講義を受けている、あるいはさまざまな研究テーマで取り組んでいるその学生さんの学びが将来にどうつながるのかというイメージをしっかり持ってもらう、そのためには、企業ですね、さまざまな研究機関との連携協力が欠かせないということになります。そのあたりを力強く進めていこうとしているのが3つ目の理工学部の特色になります。でこういった企業、まあ、この名前を挙げさせていただいておりますのは、まあ、大学をできた当初からまた今回理工学部設置にあたって協力をいただける企業の名前を挙げさせていただいています。まあ、もちろん一部になりますけれども、実績としてはですね、やっぱりこの関西の経済を支えていくようなまあ、全国的にも名の通ったというか、まあ、皆さんもご存知の企業さんばっかりになります。こういった、まあ、いわゆる企業さんの協力を得て、まあ、教育研究活動に取り組んでいくということになろうかと思います。で具体的にはいろんな研究者の方に来ていただいて理念講義をしていただく、いわゆる実学講座を理工学部の皆さんには経験してもらおうと思っています。
で、その中で、まあ、最終的にはそちらの企業の方に就職をしていただくということも視野にもちろん入れていこうと思っております。で、こういった企業の協力なしではなかなか先ほど申し上げましたような社会とのつながりをしっかりと見据えて学んでいくという環境は作れないと思っておりますので、そのあたりを、まあ、理工学部の3つ目の特色として挙げております。で、特に先生方が学生とどう関わっていくのかというところ、これが大きなその学生の成長につながる大きな要素であるという認識を立っているのが、この西大和学園の、まあ、考え方、ポリシーになります。で、もちろん大学生は大人ですので手取り足取り指導することはもちろんありません。学生自身が考えて学ぼうと思うところを徹底的に学んでもらわなければ伸びないわけです。こちらから提示するものではないし、答えのあることを学ぶわけではない、答えのないものをもしかしたら学んでいく、研究していくのが本来の形であるということで、形は違えども先生方が学生と関わっていくというところで学生の成長を見守っていくというスタンスはどの大学にも負けないというように考えています。で、その中でそういった教育力、まあ、大学は研究する場所でもあるし教育する場所でもあるということですけれども、教育力に軸足を置いてやっていくということ、これが大和の全体の大学全体としての、まあ、考え方でもありますけれども、国公立大学の大学院の進学をサポートしていこうと思っています。と言いますのは、もちろん理工系の学部、まあ、文系の学部、さまざまな学部はそれぞれの大学にありますけども、やっぱり理系人材が相当企業の就職がいいという状況になっております。先ほどお見せした大学なんかでも文系の方でも理系の方でもエントリーしていくわけですよね。で、ただどんな職種でその企業で採用されるかは違いますよね。例えば総合職として採用され、営業に回るかもしれない、経理に回るかもしれない、どういった部署になるかっていうのはなかなか入る前から決まっていないということで、ただやっぱり理系の人材はある意味商品なりシステムなりの製品の開発なんです、開発研究なんですよ。ですからそのあたりが本来の理系の人材の、まあ、希望する職種ということになるんです。で、そういった職種で採用されるためには、まあなかなか難しいですけども、大学院修士課程マスターまでは出ておるというのが当たり前ということになってきております。で、文科省の方も6カ年教育を進めようと、理系人材はということで、大学学部4年間とさらには2年の修士課程までは一貫して教育していこうということが方針として打ち出されて、もうだいぶなります。ですからどこの大学もそういうより大学院見据えて学ばしていくということになるんです。だからおそらく皆さんは今の段階で大学院に進学すると決めておられる方はそう多くないと思います。もしかしたら大学院まで進めることによってどんなに自分の人生が変わっていくのか、大学院ってどんなことをしているのかっていうのが明確にはなかなかわからないというのが現実だと思います。ですけども理系の人材として将来研究開発、研究者として高度な技術者としてやっぱり世の中で活躍したいということになれば、やっぱり修士課程は視野に入れるべきだということになるんです。で、案外知られていないのは学部の入試は大体5人に1人しか取らないんです。これ文科省のデータですけども、まずセンター試験、今年からは共通テストになりますね。共通テストを受けて、で、国立大学公立大学から実施試験も受けてということで、5科目の勉強をして自分の得意科目だけで入試は行われません。だけど大学院の入試というのは全く大学入試とはやっぱり形が違うんです。大学院の入試は自分の4年間でどういった研究を頑張ってやってきたのかというその成果が問われる大学院入試なんです。ということはある意味一発入試ではないという考え方もあるかもしれません。ですので大学院入試は自分の専門がほぼ決まりだということがまず決定的に違うということ。
で4年間学んだ学生はしっかり学んだ学生はその成果を残して大学院の進学は十分可能になるということ、倍率が 1.2 倍ということはほぼ通るということ。もちろんこの近くでいうと大阪大学とか、まあ、京都大学というそういった、まあ、国立大学の中でも難度の高い大学は人気集中していますので、もちろんそこは倍率はそれなりにあるし、そう簡単に取らない、これはそうです。ですけど押し調べて全国の大学、国立公立大学を来てもそんなに高い倍率ではないということ、ですから自分の学び方次第では十分チャンスはあるということを改めて皆さん認識しておいていただきたいと思います。でまた理系の人材はですね、どうしてもさまざまな研究を進めていく上でその研究環境というのが非常に大事になるんです。設備も充実したところが必要だし、自分の研究を進めていくのに設備が充実してなかったらなかなか成果上がっていかないということも言えると思います。となればやっぱり国立公立の大学院で研究をさらに進めていくということが必要になります。で、大和はどういうことを考えたかというと、学部だけではなくて大学院をもちろん設置しようと思ったんです。全国の理工系の学部を持っている大学は大学院がないところは多分ないと思います。全て大学院だと思います。で、大和だけが大学院がないということです。で、それはあえて作らないという選択肢を取ったわけです。というのはリサーチをいろいろかけたらやっぱり研究環境が十分ある、しかも実績上げられている国立公立大学の大学院で学んだ学生がそういった各企業の研究開発に携わっているケースが多いというリサーチの結果を踏まえたら、やっぱり大和はそこまでなかなか一足飛びには無理だなと思ったわけです。だそうなったらもう大和の理工学部をまずしっかり学んでいただいたら、その後阪大に入っていただこうじゃないかと、まあ、平たく言えばそういうことです。あるいはそれ以外の全国の国立公立大学の自分の卒業研究の延長線上にあるような研究が十分できる環境を整った大学に進学をしてもらおうじゃないかと。そこで大和の4年間はそれに向けたサポートもしっかりやろうじゃないかという結論に至ったわけですから、まあ今言ったようにほとんどの全ての大学が大学院が自前であると。でもちろん大学院がないというリスクもあります、この大和としてはね。ですからその分は近隣の大学院に協力依頼をかけて協力をしてもらうことによって学部の教育研究の質の担保をするということを同時に考えていく必要があると思っています。ですから他の大学であればもちろん優秀な学生さんは自分とこの大学院に進学を押しますよね、推薦すると思います。他の大学の大学院を受けるということをサポートすると思われますか。それはあなた自身で自分でやってくださいということになるのが普通になります。ですから大学院進学を精一杯サポートしていくような、大和大学でありたいと。でからあえて大学院を置いていないということはそれぞれの学生さんの希望の大学院にどんどん進めていくことができるというような考え方に立ったわけでございますので、このあたりのところについては、まあ大体2年生の頭になりましたらですね、大学院進学しますか、就職、学部で就職しますかということを見定めてもらおうと思っています。で、その見定めてもらうことによって大学院進学となれば、例えばそれに向けた学びをスタートしてもらわなければならない。で、専門以外にあと英語の基礎力とかですね、そういったものはどこの大学院でも必要になるんです。ですから大学院入試を突破するためにつけなければならない力は2年生の頭からは特に英語あたりは力を入れていくということになろうかと思います。今申し上げましたようなのが4つ目の特色と。でそれ以外の特色はもう時間が来ておりますので、もうこれで終わらせてもらおうと思うので、パンフレットの方でまたご確認してください。例えばこの専攻であればこんな資格が取れますとか、あるいは留学は支援します、1年留学であれば100万円の奨学金は出しますとか、あるいは施設設備は充実してますよっていった魅力はそのパンフレットをご覧いただいたら結構かと思います。そしたら全体説明は以上で終わらせていただきますけども、
大和大学の中の理工学部はこの春スタートしただけ、ある意味1年生しかいないということは、これからさまざまなものを作っていくということ、学生の皆さんと共にですね作っていく。ですからある意味伝統ある進学、大学に進まれるというのはもちろん選択肢にあると思うんですけど、新しい大学だからこそできることはいっぱいあるかなと。新しいものを作り上げていくのに興味関心がある、それを自分も参加しようと思っていただけるような学生さんにぜひご入学をいただきたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。私からは以上です。ありがとうございました。